皆さんこんばんは。今回何か刺激をさせていただきたいかというと、緊迫のウクライナ情勢ということで、ロシアがウクライナに侵攻する可能性が日に日に高まっています。これアメリカが、ウクライナとロシア両国に、渡航の中止勧告を出し、そして日本においてはウクライナに対して渡航の中止勧告ということでレベル3です。現地に、住んでいる日本人に対して、退避を促すということで、これは、いわゆるアメリカの機関 CIA とかね、もしくは日本も同じように、情報共有をしています。ウクライナからの情報などを経てね、非常にここのところがロシアが侵攻する可能性が高いということで、その中での退避ということで、今後どうなっていくのかなというのがね、心配なところです。で、今回は、これからまたね、連載という形で、今現地で実測で撮ってきたものを合わせてね、アップさせていただきたいと思ってるんだけど、旧ソ連ということで私自身はね、前々から、いろんな国々行って、中央アジアぐらいの国は全て行きました。バルト三国ということで、北からエストニア、ラトビア、リトアニア、モルドバ、あとはベラルーシ、ロシア、ウクライナ、そして、アゼレバイジャン、アルメニア、ジョージアですね、ドニエストロ共和国という親ロ派が牛耳っている未承認の独立国家なども行き、その中で旧ソ連の人々が聞き取り調査もしていろいろと、カメラで収めてきたわけだけど、今回はですね、このウクライナ東部で発砲ということで、5人が亡くなるということがありました。容疑者は国民防衛隊員ということで、お願いします。ちょっとこれに関してね、記事ちょっと AFP の記事を読まさせて皆さん解説させていただきたいと思います。ウクライナ内務省は27日、東部ドニプロの航空宇宙工場で、国民防衛隊員が、カラシニコフ銃を発砲し、隊員4人と民間人女性1人の少なくとも5人が死亡、5人が負傷したと発表したということです。デニス・モナ・スティルスキー内相は、Facebook に武器を所持したまま逃走した容疑者を拘束したと投稿した。拘束されたのは、アルミティ・リブチャク容疑者21歳、動機など分かっています。現在捜査が進められているということで、東部ということでね、ウクライナの騒乱の時に、いわゆるドネツク州であるかルガンスクの2州が、親ロ派ということでね、ロシア系の住民が多いということで、事実上の独立状態にあります。だから東部の 30% ほどがロシア系の住民ということで、ドネツク人民共和国であるとか、ルガンスクの人民共和国となってるわけだけど、その中で、東部にロシア軍が集結しているということで、そこからね、どうなっていくのかなっていうところがね、すごく心配です。今回のことを引き金にもしかしたら大規模に行ってくる可能性があるんです。例えば、ロシア系住民の保護という目的で、名目で侵攻の口実になるわけだし、その中でもね、やっぱり非常にここら辺は注視していかないといけないかなって感じがします。ただ私はね、北京オリンピックが開催されますので、もし、ウクライナにロシアが侵攻するのであれば、そのオリンピックの後かなというのは思うところです。そして、今、非常にね、水面下でいろいろと動いており、もちろんウクライナの後ろには、NATO、北大西洋条約機構が控えており、そしてアメリカが控えている。ロシアにとっては、それに関してはね、どうしてもやっぱり旧ソの構成国の中の国々は、我々の、ロシアに寄せておきたいとなる。その中で北大西洋条約機構 NATO の方に持ってかれてしまったら、ロシアからしたら安全保障上ね、良くないというのもまたこれは事実であって、その中での駆け引きということでね、非常に、大変なのかなって感じはします。もしウクライナがロシアに侵攻した場合、中国が台湾に侵攻する可能性も出てきており、そしてそこからいわゆる中東諸国であるとか、いわゆる共産社会主義の国々が、世界で、戦争、紛争を起こしてね、それによって第3次世界大戦が起こる可能性を私は否定できないと思ってるんです。第一次世界大戦においては、サラエボでオーストリアの皇太子が暗殺されて、それが引き金となって第一次世界大戦が起きました。何が引き金となって戦争が起こるかわからないので、なかなかこの平和な国日本で暮らしているとその実感がわからないと思うんだけど、実際私自身が旧ソの構成国などを訪れてね、ウクライナを訪れてみて、非常にやっぱり緊張状態にあるなっていうのは私自身が実感したところです。その中でね、とにかく私は平和を愛する人間ですから、平和であってほしいということでね、ここは願うところではあります。今後ね、このウクライナ情勢ということ、緊迫の度合いを増していますけど、現地の実力動画を含めてアップしていきますので、ぜひともね、チャンネル登録いただいてない方はチャンネル登録いただければと思います。今後はですね、旧ソ構成国ということで、中央アジア以外の国々に行きましたら、そういったところの映像を用いたりしてね、旧ソの、ロシアと、旧ソの国々とロシアとの関係も解説していければと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。